従来皆さんはですね、安倍政権と間では憲法改正議論しないというふうなお立場を取られる方がもっぱらだったと思うんですけれども、もはや岸田政権になりました。議論すべきニーズがあればしたいというふうなお話をされている方もいらっしゃいますけれども、もしどの議論からどのジャンル項目から議論したいというふうにお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。では泉さんからお願いします。記者クラブのこの女性の司会者、憲法改正に誘導してますね。この司会者、産経新聞か読売新聞なのでしょう。ひどい誘導質問ですね。4人の答えが楽しみ。ふふふ、答えを聞きましょう。特に何をやるべきかということの優先順位で言えば、国民投票法が成立をしていますので、その国民投票法の中でのですね、 CM 規制ですとかインターネット利用の問題、これはやはり先行して行うべきことなのかなと思っています。ただ繰り返しになりますが、政治家の手柄のための改憲というのは必要ないと思っておりますし、憲法改正が自己目的化した憲法改正というのもやっぱりおかしいと思います。もっと言えば法律でできることをわざわざ憲法課題にしてですね、改憲を訴えるというのも不要だと思っておりますので、本当の意味で国民からのニーズ、これがあるかどうかをよく見極めていきたいと思います。大坂さん、いかがでしょうか。はい、憲法の議論は静かな環境の中でしっかり行うべきだと私は思っています。しかしながら改正が目的になっている議論というのはやはり少し健全性を失っていると思うんですね。で、今やっぱり必要なのは国民投票法制、これをやっぱりしっかり議論して精緻なものにしておかないとですね、私自身は住民投票の怖さっていうものも非常に自分なりに体験をしておりますので、国民投票法制が不備なままであればですね、いくらやってみたところで国民の皆さんから信頼の得られる結果にはなりませんので、そこの議論は確実に行うということが大事だと思います。それと12年前ですか、この国民投票法制が審議されていたとき、私はその憲法調査会のメンバーでしたけれども、最後、強行採決だったんですね。こういうことはやっぱり憲法議論ではやってはいけないというふうに思っていますので、落ち着いて丁寧静かな議論というのは私は大歓迎です。小川さん、どうでしょうか。はい、岸田さんに代わりましたけれども、安倍さんからの流れを本当に変えようとしているのかどうかはちょっと懐疑的です。特に学術会議の問題や公文書管理の問題を見ると、全体としては私は警戒心は緩めていません。その意味では安倍さんの改憲論ですね、やっぱりあれは歴史観が背景にあると思うんですが、とにかく改憲のための改憲論という色彩が濃かったと受け止めておりまして、それに組みするつもりはありません。ただ一方で本当に現実の課題があり、憲法のどこかの条文をかくかくしかじかに書き換えなければ、とにかく日本社会が新しいステージに行けないんだという具体的なニーズ、現実の課題としての憲法論議、これは積極的に。憲法に関する議論は、私はやりたいと思っている立場です。しかし、今の政権は、安倍政権からは確かに変わりましたけれども、解釈改憲によって、憲法の、意味を変えてしまったことを、これについては依然として継続をしておりますし、憲法53条に基づく国会召集要求にも残念ながら答えていただけませんでした。私はこうした政権には憲法改憲の議論を提起をする資格がありやなしやということで言われますと、やはり、それはないのではないかというふうに考えております。それではここで立憲民主党の憲法精神のリスペクトの歌を聴きましょう。